シャイラは小惑星帯に位置する小惑星である。1906年2月21日にハイデルベルクの刑ニフィシュトゥール天文台でアウグスト・コプフによって発見された。コプフの友人でハイデルベルク大学の学生だったイギリス人女性にちなんで命名された。2010年12月11日、カタリナスカイサーベイのスティーブ・ラーソンによりシャイラが アウトバーストを起こして水星状になっているのが発見され、2011年2月頃まで観測できた。その後、ハップル宇宙望遠鏡とスウィフト宇宙望遠鏡の観測により、シャイラのダストからは水星特有の成分は検出されなかった。画像の分析から、焦点体が30度以下の非常に低い角度でシャイラに衝突し、クレーターを形成したと考えられている。 その後、無理か物資望遠鏡とスバル望遠鏡の観測により、2010年12月2日の21時から3日19時の間に20から50メートルの焦点体がシャイラの後方から衝突し、その際に噴出した直径0.1から100マイクロメートルの数十万トンものダスト噴出物により、3つの尾が形成されたことが判明した。この時に形成されたクレーターの規模は、 500から800メートルと推定されている。全世界の観測成果バージョンに、薩摩仙台市仙台宇宙館、2019年3月11日閲覧。小惑星同士の衝突で生じた奇妙な地理グも、国立天文台、2011年11月5日閲覧。596シェイラ、スモール、ボディデータベースブラウザー、ジェット推進研究所。 2015年1月16日へ閲覧。ありがとうございます。